はい、皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。今現在ね、マイクテスト中なんでございますよ。というのはゼルダの伝説エンディング迎えて、さあ次どんなゲームやるか。まあもうね、皆さんご存知の通りね、今日発売した、ドラゴンクエスト10オフラインを、先ほどついにねダウンロードが完了しまして、さあいざ、動画撮ろうかなと思った時に、まあちょっと機材トラブルでね、マイクの声が入らねえわーで、画像はちょっと撮ったんだけど、まあねこんな魔界村でね、そんな画像やマイクのテストをしちゃうんですよまあここはそういう場ですからね。皆さんどうですか、最近ちょっと繁忙期とかで仕事忙しくないですか。まあ学生さんは学生さんなりにね、まあ忙しいこともあろうかと思いますけども、やはりね大人には大人の事情ってものがあるんですよ。そう思いませんもうほんとね疲れるんだよね、毎日毎日残業ばっかりでね。まあしょうがないけどね、繁忙期だから。まあそれはいいとして、もうね疲れた疲れた、もう帰ってきてご飯食べてお風呂して洗濯して、いやーやっと、私自分の時間をね持てる時間っていうのは、まあこの時間になっちゃうわけなんですよ。もうあと寝るまでもう2時間ぐらいしかないからなだったらさっさとドラクエやれよって話なんだけどあのね違うんで、心の準備がいるんですよ。新しいゲームやるにはね、心の準備がいるんですよだって魔界村そういうところじゃんいやそうじゃないけどね、そうじゃないけどさ、なんだろうね、やっぱ僕のスタートは魔界村なんで、まあね自分のねちょっとルーティーンを、まあルーティーンだね、ちょっと良くするためにもリセットするという意味も込めて、やっぱね魔界村でちょっと一息入れてあれですよ、コーヒー片手にタバコ吸うようなもんですよそれでね、リフレッシュできるんですよ、私は。まあ、それね、まあ、そうでもしなきゃ。ほんとね、やる時間がないよね、魔界村、なかなか。がっつりやりたいけど。いやー、やっと、週末、今回はね、3連休だけど、1日仕事入っちゃったからね。まあ、しょうがないね。よし。ちょっと仕事を終わらして、がっつりとね、ドラクエやろうかなと思いますよ。まあもちろんそれだけじゃないんだけど。いろんな人、いろんな思い、いろんな職業の方もいるし、いろんなね、タイプの学生さんも、若者もいるだろうし。何しみじみとね、なんかね、こういうフリーな時間になってくるといろいろね、思い返しちゃうよね。今なのかな、俺。だってさ、子供まだ1年生なのに、やることいっぱいあるじゃんって。ああ、まあね、やることはいっぱいありますよ。今回っていうかね、夏は、あ、落ちた。プールと遊園地が一緒になったね、娯楽施設、西武園遊園地遊び行ってきましたし、まあ冬はね、まあ、この間ちょっとスノボーとかスキーとか、どっちをやらせようかなってね、なんかいろいろねそういったね話もするわけですよ。なんかそういう話をするとね、まさかね、自分がね、そんな話をする年になるとはね、まあ年とは言っても、私そんなね、そんなに別に年いってるわけじゃないんでね。
やべ、あべ、ふざけんな、マジで。ああ、危ない。あっちょ、ああ、難しいな、やっぱ魔界村は。まあ、ということでね、魔界村は短い配信、今日は短い配信でいこうかな。短い配信で、行こう。ほんといいかげんだな。久しぶりに魔界村やるんだよな。まあ、もうちょっとやるか。なんか一回やるとね、ちょっとなんだろう。まあちょっとね、他人にはわからないかもしれないけど、カッパエビゾン食ったようなもんですよ。一度食べたらやめられない。なんかね、一回クエスト出ちゃうと、なんかね、満足しないんだよね。この程度の時間じゃ。やっぱね、がっつりね、ゲームは一回やったら1時間はやらないと満足しないからね。よし、もう一回ちょっと一面のボスに挨拶してくるか。いや、前回ね、視聴者さんのね、やべ、変な武器取っちゃったな。視聴者さんの、ご希望がありまして、まあ、最後までねクリアしてみたんだけどね、やっぱりね、この中断メニュー長押しで巻き戻しできるとは言ってもね、難しいね。改めてこのファミコン版の魔界村、まあ実際今スイッチでやってるんだけど、改めて本当難しいと思った。そして改めて俺にはクリアできねえと思いました。そういうね、機能を使わない限りは。よし、ちょっと一旦集中してボスまで行こうかな。よいしょ。あ、ふざけんのマジで。あーが終わった。あー終わった。もうカエルじゃ勝てないよ。カエルじゃあいつには勝てないよ。よーし。さあ戻れ。おい。あれ？おい。ちょっと長くねえか、お前。よし、こうか。ちゃちゃー。あ、違うな。ここ？ここ？よーし。せーの。あー、違う。せーの。せーの。よし。ここまで来たらもう余裕でしょ。魔界村やってると癒される。このパンツ一丁のアーサー見てると癒されるわー。まあこの後ね、ドラクエやるんだけどね。もう時間ないのにな。明日も忙しいしな、金曜で。明後日も仕事だし。いつもね、早くみんなにね、公開しようともね、思ってるんだけどね。今のうまくね？なんか、荒い画像のままだったらね、すぐに公開できるんですよ。ただね、ちょっとでもね、いい画質で見てもらいたいから、時間かかるんだよね、その処理が。まあ、しょうがないけどね。よいしょ、一面終わり。二面ボスまでいけるかな？いや、無理だろうな、この武器じゃ。さあ、二面。でもだいぶね、前回じゃねえな。最初の頃に比べたら、もうだいぶマシだね。よいしょ。よいしょ。はい。そうでもねえかな。そうでもないな。いや、マシになったよ。だって一面で、1時間ずっとうろうろしてたんだからな。それに比べたらマシだよ。よし。下から行こう。よし。もう無視。お前ら無視。で、あれで当たるパターンなんだ、いつも。ほら、ここでハマる。よし。鳥は前から後ろからどっちだい？前からかな？前だな。この辺？違った？よし。で、もう一匹出てくるだろ？ほら、出てきた。ああ、タイミングずれたー。ああー。いやー、終わっちゃったよ。
よし、じゃあ今日はこの辺で勘弁してやるか。はい、じゃあ皆さんまたね、次回までごきげんよう。バイバイ。